6月7日金曜日の ZIP です。改めて ZIP 金曜パーソナリティですが、6月は横浜流星さんです。ようこそ ZIP。 お願いします。お願いします。ちゃんと昨日寝られました？はい、SMK です。お、どう言いますと最高に目覚めのいい、あ、K じゃないです、A です。最高に目覚めのいい朝です。大吾さんからしっかりバトン引き継いでますね。はい、ねえ、沙織さん、はい、ゆうさんいらっしゃいました。いや、本当に心強いですし、うん、爽やかですよね。いいですね。はい、嬉しいです。もうね、お二人がね、食事会になんか最近行けたって。そうなんですよ、深田さんと吉田さんが食事をされている時に僕も行かせてもらって挨拶をさせてもらいました。深田恭子さんご縁つながりありますね。あ、あげていただいて、あら、いいコンビですね。はい、まあ、まさにその映画やドラマや写真集も大の横浜流星さんですが、画面にちょっとプロフィール出しましょうか。はい、特技は空手。特技っていうか、中学生の時世界大会優勝してますもんね。大好きな種目ですか？そうですね、特技です。はい、で、座右の銘が継続は力なりなんですね。これはどういった思いがあるんですか？はい、そうですね、本当に自分はなんかこう続けることに意味があるなと思ってて、続けることによって結果が出ると思っているので大事にしている言葉です。なんかすごく喋りがしっかりしてますね。ありがとうございます。ただ、まあ、極真空手で世界大会優勝って吉田さん、すごいことですよね。いや、すごいですよ。なんかいろいろ教わりたいですね。あ、そうですね、はい、ちょっとあのね、まだ眠い視聴者の方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっと目覚めの技一発やってもいいですか？わかりました。何やってくれますかね？後ろ回し蹴りを。後ろ回し、ちょっとじゃあ、はい、カメラに向かって、ではいます。ではお願いします。早い、すごい。パッと目覚めましたね。目覚めました。というわけで、6月の金曜ZIPは吉田沙保里さんと横浜流星さんの世界チャンピオンコンビでお送りしますので、どうぞ1ヶ月間よろしくお願いします。お願いします。続いてはショービズ。中村智也さん、山寺宏一さんが映画アラジン公開前夜に熱唱しました。映画アラジンのスペシャルイベントに登場した中村智也さん、プライベートでも仲がいい横浜流星さんに応援メッセージです。流星、頑張ってるか？頑張ってます。緊張してると思うけど、流星はいつももう本当頑張り屋さんだから、もう頑張んなくていいんだぞ。うん、お前はいつも頑張ってるの俺知ってるからな。こうやっていい先輩だっていう、あの、世間の評価を今得た話です。頑張れよ。ありがとうございます。すごくいい先輩だなって僕ら思いましたけど、今。いや、本当に優しいんです。どんな先輩なんですか？いや、めちゃくちゃ優しいです。芝居とかもアドバイスをくださるので。そうなんですか。本当に助かってました。今のメッセージに返事ありますか？中村さん、頑張ります。続いて、はい、現在公開中のチアダンスをはじめ、今年だけで3本の映画に主演、令和のイケメン俳優との呼び声も高い横浜流星さん、22歳。ドラマで演じたピンクの髪色の役が無敵ピンクと呼ばれ、かっこよすぎると大反響。写真集を発売すれば男性としては異例の6万部の大ヒット。さらに今週発売のアンアンで表紙を飾り、見事な腹筋を披露すると、ネットではたった1日で予約完売。今何をやっても話題になる人気俳優です。あれ、我々もびっくりしましたけど、あれどうやったらあの腹筋になるんですか？僕毎日、筋トレを、腹筋背筋を100回ずつやってるんです。毎日立てるんですか？ですけど、体力立ちになっていくと、やっぱ吉田さん、プロから見てどうですか？いやプロ、こちらの方がプロですね。私は腹筋が苦手なので、どうやってしたらあんなに呼ばれるか教えてもらいたいです。何ですか？あの筋が何筋っていうのかね？何筋？何筋なんですかね？シックスパック、腹筋？腹直筋ですからね。腹直筋ですね。アスリートから見てもすごいってことですね。シックスパックとか。ありがとうございます。さあ、ではジップレポン。続いて、今日から6月の金曜パーソナリティになった横浜流星さんについて、ゆかりのある方々が印象を語ってくれました。話を聞いたのは、共演などを通じて流星さんと出会った4人の先輩俳優たち。まずは、横浜君、おはようございます。千葉雄大です。金曜日のZIPのパーソナリティに就任されたということで、おめでとうございます。ピンクの髪色がすっごく似合ってるなと思って見てました。ありがとうございます。無敵ピンクと呼ばれたピンクの髪色を絶賛。続いては松坂桃李さん。流星さんは一昨年映画奇跡あの日のソビトで共演、菅田将暉さんらキャストたちと親交を深めました。
笑顔がものすごく僕は好きですね。静かな感じではあるのかな。津田とか他にもその同い年ぐらいの男の子と一緒に行動することが多かったので、結構わちゃわちゃこうやってる中でも一人こうスッてこういるような印象があったので、割とあの静かめ系かな。一方、普段から連絡を取り合うなどプライベートでも仲がいいのが中村倫也さん。いや、もうとてもチャーミングな男ですね。なんか甘えん坊のくせに大人の男ぶりたがるんですよ。そういうところがね、やっぱ年上の 男から見るとすごいチャーミングで、いいぞいいぞって思うんですよ。、うん、そして、流星さんより28歳年上、50歳の佐藤二朗さん。CM の撮影現場で出会った時の印象を教えてくれました。まあでも絵に描いたような構成で、空手がすごいっていうんで、まあ、それも龍星君は全然そんな自分からは言わず教えてくれたんだけども、すごいレベルみたいなんで、でもその空手のことも龍星君は全然鼻にかける様子も全くなくね、俺らの子供の時って年上の40、50なんつったらもうなんかああみたいな感じになったけど、将来日本の将来希望を持ってるって俺は誰なんだ。さあ皆さん、さまざまな印象を持ってましたけども、まあ、はい、ピンクが似合う男、これ本人としてはどうなんですか。いや嬉しいです。本当に、はい、嬉しいです。そして中村倫也さんからね、大人ぶるっていうふうに、はい、ドラマの撮影中もよく言われてました。よく言われてました。やっぱり、ね、担任の先生みたいなコメントでしたね。はい、はい、本当にね。そして佐藤二朗さんから、日本の将来に希望が持てるというコメントでした。頑張ります本当に。、はい、受け止めでした。非常に重たい言葉でしたけどね。